富士さ、はい、入社試験って受けたことある？入社試験ありますよ、もちろん。どんな問題？問題だったかな、その問題はね、なんかね、もうずっと前だから覚えてないんだけどさ、うん、なんか記憶にあるのは、うん、ディスカッションみたいな。ディスカッション、そう、グループディスカッションみたいな。あー、やるね、やったね。それはやった覚えがあるな、うん、うん、なんかね、同じグループの、そうさ、就活ってさ、みんなすげえガツガツするじゃん。そう。まあ、消極的な人もいるけどね。まあね。で、俺がいたグループがすげえガツガツするやつばっかだったのさ。全員戦闘民族だったのね。そう、戦闘民族サイヤ人みたいな奴らがさ、悟空みたいに、俺ら、この会社が楽しみだみたいな。さあ、その議題について話しましょうか。さあ、私も、あ、私もいいですか、私もいいですか。俺も、あ、僕も、僕もいいすか。絶対お前あれやん、墓穴掘りそうなタイプやん。変なこと言って、最終的に俺はもう笑ってニコニコしてたら、うん、最終前言ったからお前が生き残ってんじゃねえかよ。まあまあいいんだ、その話どうでもいいんだよ。はい、はい、これは何、これはね、解けたら天才、入社試験問題ね。書いてる通りだったね、ごめん。なるほどね、入社試験問題。そうそう、だからさ、なんか面白そうだから、いいね、やってみようか、一緒にやらない。ラヒは結構受けてた？受けた受けた。あ、ほんと？まあ、結構ね。なんか俺は普通に問題を解くテスト方式だったね。あ、ほんと？そうそう、あ、なんかつまりそういうのじゃない？これは適性を調べるみたいな。いくよ、そう、はい、問題1。 IT 企業 M。 わ、なんだこれ。え、5リットル入る容器が1個、3リットル入る容器が1個、はい、水はいくらでも使えるものとして2つの容器を使って正確に4リットルの水の量を測るにはどうしたらいいか。これはマイクロソフトの入社試験。おお、なるほどね、 M ね。そうなんですよ。わかる？じゃあ。いや、でもわかんない。マイクロソフターのお前ならわかるでしょ。いやいや、俺マイクロソフターじゃねえから。違うの？最近マック派になりつつあるから。アップラーか、お前。そう、アップラーになりたいんだよ。そういう話じゃねえ。え、5リットルと3リットルなんでしょ。でもなんかわかりそうだよね、なんか。なんだっけ、なんだっけね。でもね、俺もこれ見たことあんだよ。そう、俺も見たことあんだ。確か、あ、なんかわかる。5リットルの容器を、うん、あるじゃん、に水いっぱい入れて、そっからそこに3リットルの容器を使って3リットル取る。そしたら5リットルの容器に 2リットル余るじゃん。そうそうそう、2リットル余る。で、でどうすんだっけ。で、この後どうすんだっけ。どうすんだっけ、この後どうすんだっけ、どうすんだっけ。どうすんだっけ。ヒント見たらいいか。はい、ヒント。5リットルの容器水で3リットルに差し替えると5リットルの容器に2リットル残ります。知ってるんだよ。じゃあメモリ付きの容器を使う。あ、天才。イエーイ、俺天才だわ。そうだよ、現代人かどうかのテストだよ。そのさ、そんなさ、道具をうまく使えない人はマイクロソフトにいらないよと。そうそうそう、うん、選択できない人はね、意味ないから。はい、答え見ましょう。5リットル水の水を3リットルに移す、はい、はいはいはい、3リットルの方を捨てて、うん、2リットルを3リットルに移すと、はい、そして3リットルの方に5リットルをいっぱい。5リットルは満杯まで入れて、うん、あのその1リットルの部分に注ぐのが4リットルになるっていう。俺らそのギリギリまで行ってたわ。本当だ。じゃあいいじゃん。オッケー。オッケーオッケー。よしよし。入った入った。これでいいのか。次だ。5分間の天気予報で視聴率 80% を取るにはどうすればいいですかという、フジテレビからのね。はい、多分これ富士山ですよね。そうでしょ、これは。脱げばいいんじゃないですかね。お、いやいや、 80% でもう脱ぐじゃいかないよ。パー、そっかー、うん、スマー復活とか。おい、大丈夫かこれ。もう全部電波ジャックすれば余裕だろ。逆にそれもありだよね、だから ね答えかもね、極論ね。ちょっと一回ヒント見てもいい？うん、ヒント、付加価値をつける。まあそれはそうだよ、当たり前だよ。やっぱ脱ぐしかねえな。回答、大物アーティストに天気予報のコーナーの BGM の新曲を披露してもらうなど。はぁ、腑に落ちない。1万部しか売れていないけどとんでもなく面白い漫画、はい、と100万部売れてるけど愛してない漫画、どちらを担当したいですかと。はぁ、なるほど。講談社から。わかりませんよ。あ、でもさ、うん、多分でしょ、編集者になるかどうかの試験でしょ。そう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 。であれば絶対さ、前者じゃない、うん、100、え、前者じゃない、あ、前者かな、いや、後者だと思う。あ、後者か、ありきたりの漫画だもんね。でもこのね、講談社、あ、ごめんな、出版社 K さんが、うん、もしこうその働く業界の人たちに夢を与えたいって言うんだったら、俺は1万部しか売れてないけどとんでもなく面白い漫画を多分ね担当させてくれるはずなので、この業界は金儲けしか興味がない、はい、そういう業界だったら100万部しか売れてないありきたり漫画を担当させると思うの。ラヒやらね、なんか社会で結構嫌な目あったんだね。なるほど、重要なのは理由です。なるほど。
100万部売れてるけどありきたりの漫画はさ、結局売れてるからどうでもいいんだよね。あ、なるほどね、うん、面白い漫画をうまく PR するのが編集の仕事じゃん、うんうん、あー富士すげー。だから1万部しか売れたいのはおかしいんだよ。あー、だから、ね、面白い漫画をもっと伸ばすために全社なんじゃない、うん、ごめん富士、俺長いものに巻かれる思想にやられてたわ。富士やる、そうだわ。わかんないよ、多くの学生は1万部の方を選ぶというが、100万部売れるからには読者に求められる何かがあるという視点を持ち、お金を稼ぐために自分なりの答えを導き出すことが必要。はい、これは両方の視点なの、うん、持つべきなの、うん、1万部売れてる漫画を100万部売るようにするためのビジョンを持ってって話じゃない、うん、ああそういうこと。だから100万部売れるには何か理由があるから、そっちの方もちゃんとリサーチしつつ1万を100万部売れるようにするみたいな、うん、それが最高の答えみたいな。そうそう、お金を稼ぐためにって書いてあるからね。あー、結局ね、お金がね、そうそう、稼げなきゃ意味ないもん、ね、そう、マネイズパワー。はい、続いて、はい、魚のいない海で魚を釣り上げるための方法を考えてください。おー、 IT 企業、これはどこだろうね。 Google さんじゃないですかね。そうですね。あ、この動画、あ、Google、 あ、 あ、 あ、どうもどうも、こんにちは。どうもどうも、お世話になっております。やめろ、ゲス笑い。魚のいない海イコール消費者が存在しない市場。あー、なるほど、消費者が存在しない市場ってことか。なるほどなるほど、ね、じゃあ自分で魚買ってきて入れればいいじゃん。あー、なるほどなるほど。え、魚を入れる、そうです、つまり消費者をさ、そうそうそう、作ることでしょ。そうってことは違う海とパイプをつなげなきゃいけないわけだ。あ、なるほどね、うん、つまりそれはコラボですよ。コラボレーション。なんか若干俺らっぽくなってきた。コラボはね、まあ、うん、いいこともあるし悪いこともあるから、ね、まあね、うん、なかなかこうありますから。何の話で。じゃあまあ他の業界というか、まあそういう他の海と、うん、そうつなげる、なんかうまくこう、そうね、なんか結局このさ企業、まあ、このグーグルさんが言いたいのはさ、うん、そのターゲット層がいない場合どうしたらいいかってことは、まあ、つまりそのターゲット層がいるところに働きかけなきゃいけないわけじゃん。そうだね、うん、だからわざわざ出向くか動線引っ張るかなんじゃないの、うん、はい、はい、この問題は消費者が全く存在しない市場をどう捉えるか問われる問題、はあ、良い回答は魚のいない現在は手間をかけない、魚のいる時に釣り上げれば良い、はい、ああ待つの、待つというか放置だね、無視、無視だね、これはもう完全に。なるほど、悪い方、魚を海に放流して釣り上げる、あ、もう意味ないことだね、はい、用意した魚釣り上げる、海中プランクトンの進化を待つ、うん、難しいけど、でも良い回答はね、これよくわかんないけどね、これはね、結局これってさ、うん、今はそれをしないってことでしょ。そうそうそう、なるほどね、だからトレンドに合ったことをするってことなんだ。うんうんうん、むずっ。でもこれ問題として一応発露してる気もするんだよね、問いかけしてるのに、うん、その しないのが一番だよっていうのはさすがに、これはもうね、うん、謎謎とかクイズじゃなくてそのビジネスだよ。なほんとね、ビジネスだわこれ、うん、面白い、でも面白い、こういうことだよね。ね、勉強になるわ、勉強になるね。さあ続いて、もしあなたが弊社の製品だったら何だと思いますか、はい、まあ目がつけどころがシャープなところかな、これソニーかもしれないですけど。あ、ソニーさんね、でもシャープかな、電気機器メーカーなら、うん、だね、シャープかな。これなんか面白いね、うん、もうこれはもう単純に俺らが思うもんでいいんじゃない。まあでも俺らが製品だからね、俺らが家電製品とか電気製品だったら何だ、うん、え、なんだろう、俺かラヒ、なんだろう、ラヒな、ラヒ何、俺ラヒ何、俺お前イルミネーションライトじゃない。え、なんでチカチカしたりなんか消えてたりよくわかんないもん。俺はあの人を輝かせることはするけど俺自身は輝かないよ。なるほど、じゃああれだ、お前あれだよ、レフ版だよ、レフ版。そっちテレビ局。いやでも家電製品じゃないから。なるほどね、レフ版、レフ版ってお前例えがよ。さすがジーフだぜ。なんだろう、ジーフはね、ほう、アロマディフェーザーだと思うんだよ。そう、俺が好きなだけじゃん。いやでもさ、うん、人を魅了したりとかしてるじゃん。あのさや俺の家にさアロマディフェーザー置いたじゃん。まあ置いてるね、まあ不評だよ。俺は好きだよ、みんなクセクセ言って、いやもう面白いよね、だからダメじゃん、面白いって言ったらヤンキーの匂いがするってずっと言ってるよ。あれはねオイルが悪かったね、うん、まあね、いやでもそういう感じだと思うな俺は。いやでも自分で考えるならなんだろう、うん、俺はねグリーンバックだね。いやだから電気機器じゃねえって。目に見えないけど役に立つ存在でいきたいね。
まるで俺じゃん、それ。いいじゃん、レフマンとグリーンバック。もう業界がテレビ。ちなみにヒントは？はい。あ、大喜利じゃなかったわ。え、真面目？大喜利じゃないわ。でもさ、結局これってさ、うん、何でもいいと思うの。何でもいいんだよ。その、ああ冷蔵庫って言うでもいいし、レンジでって言うでもいいし。ただその理由が、うん、ちゃんとしたもんだったらいいんじゃないと思うよ。あ、なるほどね。その商品を本質をよく理解してるかっていうことでしょ。だから、別に俺らの答えも悪くないと思うの。そうね。人を輝かせる存在、レフ板、目に見えないけど役に立つグリーンバック。はい。入れる。俺らシャープに入れる。はい。一見大喜利のようだが、その会社の製品の特徴までしっかり捉えていないと答えられない。どんな製品をあげるかは重要ではない。ほら、お、俺らシャープに入れるよ。やった、目の付けどころがシャープだね。なんだこれ。